バウアーさん、レベルが高い MLB の方でやりたい。1月に入り、米フォックスニュースの番組に出演してインタビューに応じたバウアーは、私は今でも世界最高の投手の一人、高いレベルで戦いたいなどとして、MLB 復帰への希望を表明した。米紙 USA Today は今回の出演を受け、バウアーは疑惑が報じられて以来、報道機関を相手に訴訟を起こしているため、インタビューには基本的に応じていないとした上で、名誉を回復し、MLB の球団と契約を結ぼうとしていると指摘。番組への出演は、MLB 復帰への足がかりだと分析した。年俸桁違いやしな日本人もそう思ってるししゃあない。っていうか、この時期まで決まってなかったら、普通にメジャー復帰無理だと思うけど、韓国行けよ。AP には違いないが、なんかもっと記録作るぐらいの期待感はあったんやがな。サイヤングも短期シーズンで取っただけやんな結局。まるで、ベイスターズが高いレベルにないみたいなものいい。クソ守備スリーファックアウトやから。それはしゃあない、あれはクソ。少なくとも日本だと横浜ではやりたくなさそう。バウアー取るなら最低でも15億やな、無理無理無理。九州のあの球団が手を差し伸べてくれるよ、きっとどんな手を使っても優勝したいみたいだし。シュニドラ、1.59、34回。ただの雑魚狩りだよね。横浜投手陣の対中日の投手成績。すまん、バウアーは中日キラーやったわ。思って、たより横浜絶対中日ンスマンだったのくさ。もうモチベーションもなさそうだな、邪悪な球団で頑張ってくれ。